スーパーマリンエビエーションワークスは、かつて存在した、イギリスの航空機メーカー。第二次世界大戦時のイギリス空軍の主力戦闘機、スピットファイアーを製造したことで知られる。ヒューバート・スコット・ペイン1912年、飛行家、ノエル・ペン・バートン・ビリングは、輸送手段として、飛行能力を持つボートの製造を夢見て、サウサンプトンのウールストンにある、イッチェン川沿いの土地を購入。 翌1913年にペンバートンビリング社を設立。1914年に最初の飛行機であるン座飛行艇 PB-1 を製作したが飛行はできなかった。第一次世界大戦の勃発によりビリングはン座戦闘機 PB-9 を製作8月に飛行に成功したが量産発注は受けられなかった。1916年ビリングは 国会議員選挙に出馬するため、会社をヒューバート・スコット・ペインに譲渡し、社名をスーパーマリン・アビエーション・ワークス社に改めた。これはビリングが会社を設立した時の電信アドレスに由来し、海を超越するを意味する。大戦中は飛行機の修理や海軍の実験を主に言ったが、1916年に製作した a d 飛行艇は27機量産され、 イギリス海軍ほか海外にも輸出された。他に推進式戦闘機の設計も行っており、ドイツ帝国軍のツェッペリン飛行船を迎撃する目的で四つ葉戦闘機ナイトホークも設計したが、一機のみの試作に終わっている。1917年にレジナルド・ジョセフ・ミッチェルが入社、間もなく社内で頭角を表し、20年代以降の製品の設計の大半を担うことになる。 対戦後、スーパーマリン社は、水蒸気のスピードレースである、シュナイダートルフィーレースに、意欲的に参戦した。1922年に、前作シーライオンアイの改良型である、シーライオン2を開発し、初優勝を飾った。シーライオン2は、ペインとミッチェルが、共同開発した。しかし、ミッチェルの設定として、有名なのは、S シリーズである。 1927年の S5、1929年の S6、1931年の S6 バイトと3年連続で優勝し、イギリスにトロフィーの永久保持権利をもたらした。1925年から70機がイギリス空軍に収益したサウサンプトンや、その後継機であるスカバ、第二次世界大戦直前まで使用されたストランデア、ウォーラスといった、 飛行艇が代表作である。1928年、大兵器企業ビッカーズ・アームストロング社が株の大半を取得、参加に入り、社名はスーパーマリン・アビエーション・ワークス社に変更された。以降の製造された機体にはビッカーズ・スーパーマリンの社名が刻印された。1931年、イギリス空軍はガントレットに代わる次期主力戦闘機の使用書、第7。 30を提示、スーパーマリン社はこれに応じ、単用固定客のタイプ224を製作するも、エンジンや機体の飛行性能は悪く、不採用となった。1934年には、会37、34が提示され、スーパーマリン社は挽回のため、タイプ224を大幅に改良した、単用全金属製引き込み屋式、タイプ300でこれに応募した。 主任設計士のミッチェルは設計中からガンに侵されていたが、ナチスドイツの対等に脅威と使命感を覚え、自らの命を削る覚悟で同期の設計と改修を行った。原型1号機は1936年3月5日に初飛行し、同じマーリンエンジンを搭載し4ヶ月前に初飛行した放火者のハリケーンを最大速度で時速 60km も上回る。 時速 570km を記録するなどの素晴らしい性能を発揮し、テストパイロットをして、これ以上何も付け加えなくていいと言わしめたほどであった。タイプ300は6月3日に正式採用され、310機の量産発注を得、タイプ224のあだ名から、スピットファイアと命名された。しかし、ミッチェルは量産第1号機の完成を見ることなく、 1937年12月に42歳で死去した。1938年にビッカーズ・アームストロング社参加の航空機会社が統合されビッカーズ・アームストロング社となり単体の企業としては消滅したがこの後も製品にはスーパーマリンのブランド名を使用し続けた。スピットファイアは第二次世界大戦序盤のバトル・オブ・ブリテンでハリケーンなどともに ドイツ空軍の猛攻を跳ね返し、旧国戦闘機としてその名を馳せ、対戦を通して改良を加えながら、イギリス空軍の主力戦闘機として運用された。空軍だけでなく、イギリス海軍航空隊の艦上戦闘機、シーファイアとしても使用された。最終型であるシーファイアマーク47は、朝鮮戦争にも出動している。しかし、 後継機として開発されたスパイトフルとその海軍型シーファングは正式採用されることなく終わった。戦後はスパイトフルの主翼を流用した珍しいオリン式のジェット艦上戦闘攻撃機アタッカー短い障害を通じてトラブルに悩まされ続けた後代翼ジェット戦闘機スイフと青即艦上ジェット戦闘攻撃機シミターを製造した後 1960年に他の航空機メーカーと共に BAC に統合され、スーパーマリンのブランド名は消滅した。ありがとうございます。